銀色に光る魚や植物、金属やガラスの食器が並べられた18世紀フランスの静物画。1787年にバライエコステルが描いたサバのある静物。白い布地で覆われた石でできたテーブルの上に置かれたワインのグラスと油や酢を入れた容器は、ガラスの透明な素材の外観をハイライトの白を適切な位置に置くことで表現し、ガラスの容器を支える下の部分とグラスを入れて冷やす大きな入れ物にもハイライトの表現により銀色の金属光沢を表しています。サバも銀色の光を放っていますが、エラのあたりにつけられた赤い色が飾られた花と葉の青や緑、ブリオーシュの茶色とともに灰色が多く用いられた画面に色のアクセントを添えて、パリの市民のもとにサバが届いた春の日を記念しています。